皆さんお疲れ様です。今日はね、ロシアの暗殺リストのことについてお話ししたいと思います。数日前からですね、ちょっと気にはなってたんですけど、お話しする機会がなくてですね、ちょっと今日お話ししようと思います。で、ゼレンスキーさんがですね、ここで演説された時にですね、自分の方からですね、もう取り上げてですね、暗殺リストの、1番が自分で、2番目がその自分の家族だと、それで、乗ってると。で、私はこの地を離れないというようなことも言われてですね、で、自分もその前回の動画も含めてなんですけど、その後に兵士のところに現地に行ってですね、自分は逃げてないというようなことを言ってるわけじゃないんですけど、みんなと共にいるみたいなことをツイッターかな SNS で、流されたみたいで、まあ恐ろしやですね、暗殺リストがあるっていうこと自体が、いやちょっと時代がやっぱ違うなと思いましたね。ということは中国も北朝鮮も暗殺リストがあるってことですよね、こういった時には。怖いなと思いましたね。まあプーチンさんも最初は、ちょっとだけやるみたいな形言ってましたけど、ウクライナ全土に広がったっていう、もう話が全然違うっていうか、ことなんですけど、平和維持軍って言ってるんですけど、本当に制服っていうか、もう全土っていうことになってますね。もう全然プーチさんも、もう言ってることとしてること全然違うっていう、もう実際は違うということですね。で、もう今、まあ、自分がもしも大統領でゼレンスキーの立場だったら、もう暗殺リスト出て、だったらもう子供たちまで置くかなと思って、いや、逃がして、まあ、自分が、まあ、前回もお話ししたんですけど、もう、兵士のとこ行ってですね、一緒に戦って、戦死するかもしれないね。もうリスト載ってるし、どっちみち裁判かけられても意味ないしね。もう早いか遅いかの問題かな。でもやっぱ大統領やったら残って後片付けがいるのかなっていう気もするし、でも後片付けって言ってもプーチンが全部民主主義じゃないですからね、もうどうしようもないっていうことなんですけど、いや暗殺リストはすごいなと思います。いや、このことについてはちょっと驚きですね。暗殺リスト、まあ時代の差を感じるっていうのがありますね。すごい、もうずっと全部出てるんですよね、暗殺リストでね。100人ぐらいは最低いると思うよね、100人ぐらいは暗殺リスト。で、一つ思ったのが、今回の、まあ、戦争というか、ウクライナで兵士がね、200人いってないんじゃないかな、亡くなった方が。えらい少ないなと思って。80いくつもの軍事施設を守った、やったとして、まあ2人でしょ、8に16、2人しか守ってないっていうことないでしょうからね。だからもうちょっとその10倍、数千人が
亡くなったとか、何千人って言ったらまだ話わかるんですけど、180、200いってないんじゃないかな。民間人は置いといて、兵士の数が亡くなった人がね、もしかしたら捕虜になってし、もうなんか手を挙げて、現場手を挙げてですよ、もう、ほとんどが、まあ言い方悪いのですけど、逃げたというか、もう手に負えないっていうか、勝ち目ないと思ってて挙げたのかなっていう気もしたんですけどね。えらい、すごい、あの85とか80いくつやったでしょ、あの軍事施設をあのまあ制覇したというか壊したみたいな感じでしてたんですけど、すごい少ないな、亡くなった人がっていう、まあそれがすごい気になってるところですね。実際現場のね動画がないのであんまり、で本当か嘘かも分かんないし、で亡くなった数だけを見てみると少ない、これだけがちょっとなんか気になる点で、実際現場がねどういうふうな戦い方を戦ってるっていうふうな感じなのかなっていう気がしましたね。まあもう本当短い短期の制服やったですね。で中国と、香港の出来事があって、まあ返還するっていう形ではあったんですけど、今のまあ香港を見てると、もうどっちかというと中国寄りの方がトップになって動いてるっていうことなんですけど、まあロシア、まあプーチンさんのお気に入りの方がウクライナを回すことになるわけですよね。まあ流れとしてはそんな感じなのかなと。まあ状況というか住んでる市民はどうなるかは分かりませんけどね。まあ逃げ出してる若い人たちも多いみたいで、そういうニュースも出てましたね。まあちょっと心配ですが、まあなんか気になる点もありながらもね、動画作ってるんですけど、まあどうなるか様子を見ていきたいなと思います。ありがとうございました。